よく頑張ってくれた、ビアンカ、キアナ。この声は。おっと。緊張することはない、二人の強き戦士よ。君たちは確実にその一瞬で偽りの神の上にある規則を逆転させ、僕の精神をこのように変えたんだ。もうすぐ全ては君たちの意思通りに落ち着くだろう。だからその前におめでとうと言っておこう。君たちは支配と約束に勝ち、歴史と同胞を壊そうとする僕を止めた。もちろん僕自身にもおめでとうと言おう。やっと遺憾を残さず自分の人生に別れを告げることができるんだ。司教様、私たちはあなたの狂った計画を止めました。今ならその本当の目的を教えてくれてもいいのでは。そのことにおいて君は本当に譲らないね、ビアンカ。なんだ、こんなことになっても僕を仇だと思いたくないのかい？あなたが私にしたことはもちろん許せません。ですがあなたが育ててくれたことも私は忘れません。それに今でも思うのです、私たちに信じるようにと教えてくれたことをあなたも心の奥で何らかの形で信じていると。頑固な子供だ。本音を言うと今日は最初から君たち全員と対立したかった。そして僕を許せない悪人だと思ってほしかったんだ。確かに前者は成功したが、後者はやっぱり失敗した、僕は残念に思うべきか、それとも喜ぶべきだろうか。なんといっても君たちは確かに僕に勝った。そしてその瞬間、僕の後ろにいる神にも勝った。それはすごい出来事だ。この経験を生かせば君たちはいずれ崩壊に勝ち、大事に思うこの世界に永遠の光をもたらせるだろう。そして僕も大事に思っている世界に似たようなことをする機会を得られる。正確に言うと、失われた松明を彼女の手に戻すんだ。彼女？まさか。君たちはもう答えを思いついた、そうだろう？そうさ、君たちに粉々にされる前に僕は限りなく神に近づくことができたが、所詮虚数の木の奴隷に過ぎなかった。僕は固有世界にきつく縛られ、それを再構築する力を手に入れても何の自由もなかった。だから僕は最初からある賭けをしていた。人類の意志なら奇跡の瞬間を作り、虚数の木の法則を一瞬だけ乱して、それを支配下に置ける、その可能性に賭けたのだ。キアナ・カスラナ、僕に K423 と呼ばれた子供、君は以前愛の力でそれを成してみせた。そして僕は今、怒りにもまた同じことができると証明した。カレンを復活させるという最後の望みをここにかけた。そして事実は僕が正しいと証明してくれた。空の律者だけが作れる奇跡は
無限だったものを一瞬停滞した虚数空間で再構築し、あの世界の決死、僕が心を尽くして選んだあの原点にきっかけを与えた。新たな土で根を張り、芽を出すことを可能にしたんだ。それは僕が力を持ちながらも奴隷でいる時にはどうあがいてもできなかったことだ。つまり500年前の世界を再構築するために、あなたは現実を離れ、虚数空間の一部、虚数の木の奴隷になる必要があって、あの世界を、あの人の運命を変えるために、あなたはまた虚数の木に追放される必要があったということですか？たとえあなたが死んで存在自体が消えたとしても。当然だ。今の方が誰もが喜ぶハッピーエンドだと思わないかい？プロメテウスが天界の火を盗んだように、奇跡が起きたその瞬間、僕は虚数の木にある現実を超える力を世界の決死に移した。それが歴史に岐路を作ってくれたおかげで、僕も君たちの愛する世界を壊す必要がなくなった。後者は僕にとって重要ではないが、この命の最後に僕と彼女だけの奇跡を見届ける機会をくれた君たちに礼を言おう。僕は自身の罪を背負って死ぬが、前に進むことを選んだ君たちにとって、崩壊征服のはしご、君たちにはもうその最初の段が見えているはずだ。その道は曲がりくねっていて極めて難しいが、その果てに光は確実に存在する。別れの時間だ、英雄たち。テレサに伝えておいてくれ。残念ながらおじい様は君の就任式に出席できないと。命は脆いものだ。幼い頃、姉は戦場で死んだ。彼女の魂は消えない。天国へ行くのだと彼らは僕にそう教えた。人はいつもそういう嘘で自分を騙していた。来世、そして永遠に存在する意識を信じる。人の世に死など存在しないかのように装い、それは死がその生活に突如侵入し、愛する者たちの身に降臨するまで続く。むしろそんな時になってもなお、彼らはより強く自分を騙そうとして、愛は全てを乗り越えられる、永遠に消えないのだと信じる。確かに愛、そして愛よりもっと幅広い感情は奇跡を引き起こすことができる。だが奇跡を作れるものはその時を生きているものだけなのだ。彼らに騙された普通の人間として僕もこう想像した。人の魂はより高い次元に存在し、いつの日か僕の愛する者が新たな体を通してこの世界に戻って、より良い未来で生きていけると。しかし世界の規則はそうではなかった。死は意識の消散であり、全ての終結である。すでに消散した星の光を続けさせることはできない。一つだけ例外がある。
僕たちの時間を逆流させ、沈黙する墓の島を目覚めさせ、命の常しえの水を全てを埋葬した過去に再び注ぐのだ。二つに分かれた道はそこで再び展開され、生と死の選択は二つの世界を形成する。その代価は一人の死、一人の破滅、そしてもともと僕たちを死に追いやろうとしている崩壊だけだ。残念なことに、それを悟った時、夫アポカリプスはすでに世に知れ渡っている悪人となっており、自分の最も必要とする力に徹底的に憎まれていた。だがそれでも構わなかった。彼女は確かに証明してくれた。愛ゆえの怒りは愛と同等の力を持つこと。そしてそんな英雄の裏で、テレサ、僕の可愛い孫よ、君は偉大なリーダーに成長しつつある。いつか君は人々に君のおじい様を忘れさせるだろう。彼の功績と罪は歴史の中に埋もれ、誰も話すことができなくなる。ただたまにはゴーヤ以外の野菜や果物も食べてほしい。君はいつも夜更かしをしているから、もっと栄養が必要なんだ。知っているかい？明日の就任式のためおじい様は君にマントを作ったんだ。君が嫌でなければそれを羽織って君の時代の幕を開き、おじい様が残した汚れをなくすといい。テレサ、僕の古い友達、精鋭仙人、断りの律者、彼らは本当の善人だから、きっと自分の道を歩もうとする君の力になれるはずだ。そしてビアンカ、僕の最後の生徒、僕は君の人生をもてあそんで君の運命を決め、真心を込めて君を育てながら君を駒のように扱っていた。知っているかい？この最後の10年で僕が君に見せた全ては、所詮僕がこうして死んだ後に何も刻まれていない日を立てて欲しかったから。ただそれだけなんだ。誰かの評価は必要ない。何しろこの長くて短い500年間は、一人の男がその一方的な願望のためにしたことに過ぎない。こうして彼は旅の終点に着き、彼が果たそうとしたもの、見届けようとしたもの、救おうとしたものはすでに虚数の木の中で芽生え、あとはあの道に迷った死者が全てが終わる前に最後の知らせを届けるのを待つだけだ。その瞬間はそう早くなく遅いこともない。それは死を乗り越えた鎮魂歌となり、奇跡が降臨する賛美歌となる。その瞬間、世界はたった一人のために回る。押し付けられた罪は消え、終結させられるはずだった意志は前に進み続ける。卑劣さは僕が墓に持っていこう。光は君の存在によって未来へと続く。僕は友人を愚弄し、家族を愚弄し、世界とその上にある規則を愚弄した。
それは全部唯一で本物の君に2回目の命を与えるためだった。ただいま、カレン。本気で世界を変えようとした時、人は己の無力さに気づく。聖女は民に全てを捧げた。しかし手にしたのは冷たい手枷と口上だった。世界は混沌としている。それは不公平で不合理だ。英雄は迫害され、悪は力を増す。醜いものばかりで美しいものなどない。世界の悪意は悪人が断ち切ろう。明日までの距離、そして彼女に対する世界の逆襲だ。しかし彼女の信者は決して諦めない。
人の魂が消えれば復活することはできない。世界は意識が新しい容器へと入ることを許すが、容器が消えた意識を集めることは許さない。たった一人の彼女を救いたいなら、過去で新たな可能性を作るしかないんだ。これは別の未来、そして彼女の時空だ。生きるんだ。物語はこういう感じだ。僕は遠い遠い未来に行き、様々な出来事を経験し、こうして君に世界の真相を教える機会を手に入れた。心配ない。今回、全ては君のために変わる。遠い昔に君がある少年を変えたように、あれはある春の朝、人に愛されない彼は壁を乗り越えた君に出会った。情熱的な君は彼に挨拶をして一緒に遊ぼうと誘った。その瞬間、その少年は一生分の救いを得たのだ。
もう永遠のお別れよ、私の大発明家。やっと会議が終わったわ。次は長光と会う約束をしていたはず。よかった、まだ時間はあるみたい。急がなくても大丈夫よね。最近は本当にいろいろ忙しかったから気づかなかったわ。もう数日も経ってたなんて。天命本部は今まで通りに機能してるし、みんなもいつも通り自分たちの持ち場についている。以前よりもちょっと忙しくなっただけ。ここ数日の間にあった出来事はあやふやな幻みたいで全然実感がないわ。古い書類のサイン、旧本部の書斎、壁にあった絵画、それを目にするたびに何とも言えない気持ちになる。悲しいとも残念とも言えないような気持ち。まるで心に訳のわからない糸があるみたいで、気づいたらそれに引っ張られてる。どうしてかしら。なんとなくこんな予感がするの。しばらくしたらあの人が別の場所に現れて動画を流して、何もないような顔で重大発表を口にする。あの日、全世界に向けて主教の座から降りると発表したみたいに。ううん、私ったら何を考えてるの。おじい様はもう。あ、まずい。前の交差点で右に曲がるべきだったわね。遠回りになっちゃう。テレサ様、琥珀？彼女と少し話をしてみましょう。テレサ様、本日の会議は順調でしたか？ええ、議題に挙げられた問題は全部解決したわ。心配しないで、形だけの仕事ばかりだったから順調も何もないの。ところでどうして琥珀はここにいるの？今日は旧書斎で資料の整理をしてると思ってたわ。その仕事でしたらすでに完了しております。さすが琥珀、いつも通り仕事が早いわね。とにかくお礼を言わなきゃ。ここ数日琥珀が手伝ってくれなかったら、こんな風に短期間でおじい様が残した書類を把握できなかったわ。お気になさらないでください。私のするべきことですから。実を言うとずっと気になってたのよ。琥珀は一体どうやって短時間であれほどの仕事を片付けてたの？普段からそうやって事務処理をしていたからだと思います。頭に入っているので他の人より楽だったのかもしれません。まずは作業量を推算して優先度が高いものから着手するようにしています。終わらない場合は残業すればなんとかなります。やっぱり残業してたのね。ずっとそういう生活はダメよ。休息も大事だから。わかった？テレサ様、お忘れですか？私は人造人間ですから仕事で疲れることはありません。それでも一日中働いちゃダメよ。人造人間にだって休息が必要でしょ。そう、ロボットにオイルが必要みたいにね。かしこまりました。ですが私より休息が必要なのは
テレサ様ではありませんか。近頃再評価が必要な報告が今までよりも増えていて、夜中のバルコニーで考え事をしているテレサ様を何度もお見かけしましたよ。え、琥珀ってそんなところも見てたの？いつもの癖です。昔から書斎を通るときはいつも確認するようにしてきましたから。オットー様はよく夜中まで仕事をしていて、急に何かを用意してほしいと言われることもありました。他のことはさておき、なんというか、仕事に関しては確かにおじい様は責任感のある人だったわね。仕事に対する真剣さにおいてはテレサ様も同じですよ。けどおじい様にとってこういう仕事は楽勝のはずよね。今の私にできるのは目の前のことをこなすだけ。この町を出る前になるべく多く片付けられるようにね。何せ明日になったらハイペリオンは帰港してしまうもの。今後は行政に関することは琥珀とリタに協力してもらわなくっちゃ。え、元の帰港日時は、あ、確かに明日でした。時間は早く過ぎるものですね。そうね、忙しくしたらあっという間に過ぎてしまうもの。ここ数日間はお疲れ様。仕事が一段落してもし可能であれば、琥珀、みんなにも休みを作ってあげて。かしこまりました。手配しておきます。ところでテレサ様、お時間は大丈夫ですか。これから長光に会いに行くんだけど、それ以外は特に急ぐような仕事はないはずよ。え、テレサ様も長光さんのところに行かれるのですか。ええ、電話で重要な情報があるって言われたの。でもまだ約束の時間じゃないからそんなに急いでないわ。長光さんにもそう言われました。空き時間を利用して町の見回りをしようかと思っていたところです。テレサ様も気づいてると思いますが、カロスタンは以前よりも賑やかになっています。せっかくお時間があるのでしたら、よろしければ帰港する前に一緒に町を回ってみませんか。ええ、そういえば今まで町の変化に全然気づいてなかったわ。あそこは賑やかね。琥珀、近くに行ってみましょう。ここは本屋だったと思うけど、いつお土産屋になったの？数年前に改装したのだと思います。そういえば天明本部が浮遊島に移転した後、カロスタンをリゾート地として生まれ変わらせる計画がありましたが、結果はあまり良くありませんでした。でも今日の状況を見ると間違った判断ではなさそうね。おじい様も想像できなかったでしょうね。まさか全世界に向けた辞任動画が町にこんな機会をもたらすなんて。皆さん焦らないでください。記念品は入荷しますから、まずは並んでください。もう何時間も並んだのにまだ入荷しないのか。そうよ、一体いつまで待たせるつもり。それは、すみません、もう少し待っててください。場を落ち着かせようとしているあのバルキリースーサナよね。困ってるみたいだけど、嫌な予感がするわ。こんにちは、スーサナ。どうかしたの？テレサ様、ちょうどいいところに。琥珀様もいるなんて。すみません、問題を解決しようとしてるところなんです。あと少し時間を。
慌てないで落ち着いて。何があったの？実はお土産屋さんの在庫が一箱なくなったんです。店員さんの話によると輸送中にどこかに落としてしまったらしくって、周りを探したんですがどこにもなくて。別の場所にあるかもしれません。でも今は店の方も人手が足りませんし、お客さんたちも興奮してますから、離れた場所に探しに行くのは。やっぱりなんだか似たような会話を何度もした気がする。スーサナはここに残ってお客さんたちを落ち着かせて、私が代わりに探してくるわ。え、そんな、いいんです。私一人で何とかしますから。私の仕事なのにテレサ様に手伝わせるなんて、バルキリーとして恥ずかしいです。このままだと年末の審査もきっと不合格になっちゃいます。もう慣れてるけどね。安心して、今回が最後だと思うし、一緒に完璧なピリオドを打ちましょう。審査に影響なんて出ないから。そうよね、琥珀。はい、今の状況を見ると確かに助けは必要だと思います。本当にいいんですか？じゃあテレサ様お願いします。なくなったのは正方形の木箱です。サイズはこんな感じで、上にはカロスタン土産の文字がプリントされてます。ええ、分かったわ。なるべく早く帰ってくるから、お客さんたちの方はよろしくね。はい、テレサ様。カロスタン土産の文字がある木箱、これで合ってるわよね。大変、中身が結構減ってる。お土産はこの近くに落ちてるのかもしれないわ。もう少し探しましょう。祝福された仮面、希少な無傷の品。これっておじい様のクローンがつけてた仮面じゃないの？包装袋に何か書いてあるわね。この仮面が現れた原因を誰も知らない。おそらくオットー主教がまだカロスタンを守ってくれているのだろう。仮面をつけると主教の祝福が聞こえ、家に飾ると厄除けに。大げさよ。こちらにもお土産がありました。テレサ主教のぬいぐるみ、テレサ主教のバッジ、ミニテレサ主教。何よそれ。とにかく急いで片付けましょう。箱がいっぱいになったわ。これでいいわよね。戻りましょう。はい、これで合ってるわよね。はい、助かりました。本当にありがとうございました、テレサ様。これが最後だって約束します。分かったから、早くお土産をお客さんたちに渡してちょうだい。みんな待ちくたびれてるわよ。はい。ちょっとみんな、あそこにいるのはテレサ・アポカリプス様だよ。そうそう、ニュースで言ってた前任の天命主教が指定した継承者だよね。でも噂によるとテレサ様は主教の座を断ったみたいだけど。確かに、こんなに時間が過ぎたっていうのにまだ主教の就任式が行われていないなんて。まさか。さあね。とにかくテレサ様は今私たちの目の前にいるんだから。テレ
レサ様、一緒に写真を撮ってもいいですか？テレサ様、サインをください。テレサ様、応援してます。あ、それは、ごめんなさい。テレサ様、テレサ様、観光客が増えています。テレサ様、ここを離れましょう。ここを出られたらね。え？皆さん、新しいお土産が入荷しましたよ。長らくお客さんたちをお待たせしてしまいましたから、このまま帰らせるわけにはいかないと店主が言ったんです。なので今からタイムセールを始めます。ミニテレサ司教を買うとメガサイズテレサ司教をプレゼントします。50個限定、買った分だけもらえますよ。行きましょう、琥珀。ここはスーサナに任せましょう。やっと人混みから出てこられた。あの噂、ますますおかしくなっていたわね。天命司教の座を断ったなんて言ったことがないわ。皆さんは司教の就任には盛大なお披露目が必要だと無意識のうちに思っているのかもしれません。テレサ様が決められたことだとわかりますが、もしよろしければ形だけの就任式を取り行うこともできます。そうすれば噂もなくなりますから。もう琥珀、それは勘弁して。さすがに今の肩書きで就任式を行うのは良くないわ。私はまだ独立した極東支部を率いてるし、天命の仕事だってまだ完全に引き継いだわけじゃない。それにおじい様みたいにうまくメディアの対応をするなんて無理よ。苦手だもの。客観的に考えて、私はみんなに期待されるような司教じゃない。それに私はおじい様のようなやり方はしたくないのよ。わかっています。テレサ様ならオットー様とは異なる道を作り出せるでしょう。私、天命の司教という概念を薄くして、邪魔にならないようにみんなの仕事をサポートする裏方になりたいの。それにこれからの天命は司教という個人的な記号だけじゃなくって、訓練された信頼できるような団体だってみんなに思ってほしいから。テレサ様、ご自身ではまだ気づいていないかもしれませんが、こんなにも短い間のうちにあなたはすでに司教らしくなりましたよ。あなた自身のやり方で。もうそんな言葉はよして、琥珀。昨日までの私は残業しないと仕事を片付けられないような司教だってことを忘れないで。極東支部の方も私がしないといけない仕事がたくさんあるし、本部が徐々に落ち着いてきたのは幸いだったわ。これからは琥珀やみんなにお願いするわね。ご安心ください、テレサ様の信頼を裏切りません。それに今までの数ヶ月の間に天命は司教から離れた環境にも慣れましたから。え、でも休息も大事よ。毎日20時間以上働くのは良くないわ。少なくとも他の人にとっては悪いお手本になるもの。かしこまりました、テレサ様。日常の仕事をどう効率的に割り振るか、デュランダル様やリタ様と話し合っていきます。え、さて、再び騒動を起こさないように、とりあえず人の少ない場所に移動しましょう。え、待って、あのおじいさん足が不自由みたいね。手伝いに行きましょう。おじいさん、この坂は歩きにくいから私が支えましょう。おやおや、気が利くお嬢さんじゃ。町では会ったことがないようじゃが。私はテレサ、避難の時に一度会ったことがあるの。ああ、
思い出したぞ。小麦粉を借りに来たお嬢様じゃ。小麦粉は足りたかね。足りなかったら向かいの広場でおじさんを探すとよい。砂糖も油も彼の店にあるぞ。帰ったらお母さんに言うておくれ。ここ数日はいろいろ助かったから、あの人たちにちゃんとお礼を言わないと。とな。おじいさん、私を他の誰かと間違えてるみたいね。お嬢さん、少し聞きたいことがあっての。この前お父様がまたここ数日顔を見せてないと聞いたんじゃが、どこに行ったかわかるかい？彼は、彼は退職して旅に出たの。もう戻ってこないと思うわ。え？戻ってこない？じゃあ新しい主教はどうなったんじゃ？って、なんとか様の話を聞いた気がするが、続報が何もないんじゃが。この坂はきついし、新しい主教が誰かもわからん。これから雨の日になったらどうすればいいんじゃ。確かにここの道は古すぎるわね。後で改善策を考えないと。おじいさん、心配しないで。私たちが何とかするから。食事か。気持ちはありがたいが、おじいさんにはまだ用事があっての。また後日お邪魔するぞ。これをあのお嬢さんに返さないといかんのじゃ。今時の若者はそそっかしいの。落とし物にも気づかんとは。え、この財布どこかで見た気がします。ヴァルキリーの誰かのものなの？私の記憶が間違っていなければ、師匠様のものだと思います。そうなのね。それなら簡単だわ。おじいさん、足がつらそうだから私が代わりに返すわね。食事は今度じゃ。急がないと追いつけなくなるからの。代わりに返すわ。ああ、それは助かる。あのお嬢さんはこの先にいる。走ったらすぐに追いつくはずじゃぞ。安心して、おじいさん。ちゃんと持ち主に返すから。こんにちは、リー師匠。これはあなたのものかしら？ああ、そうそう。ちょうど探してたんだ。ありがとう。また借りを作っちゃった。出かける前にちゃんと確認したのに、結局落としちゃうなんて。この服、ポケットが浅すぎるよ。お礼はいらないわ。あるおじいさんが拾ったんだけど、足が不自由だから、代わりに私が届けただけだから。そうなんだ。じゃあ、私の代わりにそのおじいさんにお礼を言ってくれないかな。私はもう戻らないから。師匠様、やはりここを出られるのでしょうか。そうだね。怪我でもう何日も休んだし、そろそろ出発しないと体が鈍っちゃうよ。では、付き人の手配をしましょうか。誰かが一緒にいた方が安心かと思いますが。いいの。まだどこに行くか思いついてないし、仕事の邪魔をしたくないもの。やっぱり一人で行くよ。その方が自由だし。そうだ、町の人から聞いたんだけど、みんな長い乗り物に乗って出かけるらしいんだ。二人は見たことある？列車のことかしら。いくつかの長方形の車両が連結されたもので、鉄道の上を走るんだけど、速度は飛行機より遅いから様々な風景が楽しめるわよ。そうそう、それよし、決めた。まずはその駅とやらに行って
列車に乗るよ。あ、ウィン中央駅に行くならまずは地下で走る地下鉄に乗らないと。そっちの方が近いはずよ。だけど地下鉄でも列車でも出発する前に目的地をはっきりさせないといけないわ。どこに行くかは決めたの？まだだけど大丈夫だよ。案ずるより産むが安しでしょ。そういえば信州線があるって聞いたんだけど、故郷に戻ってみるのも悪くないかもしれないね。師匠様はいつお戻りになりますか？それもまだ決めてないよ。気分次第かな。本部での生活はお嫌でしたか？違う違う。どうしてみんなそういう反応をするの？ここの食べ物や飲み物は全部美味しかったし、みんなもよくしてくれた。ここで過ごした時間はすごく楽しかったけど、ほら、空にある雲だって集まったり散ったりして、ずっと同じ場所で止まったりしないでしょ。人も同じだよ。羅刹人との約束はちゃんと守った。その後に何をするかは私もまだちゃんと考えたことがないんだ。だからまずは昔と同じようにいろんなところを見て回ろうと思ったの。どの時代に至って私は私だもの。そういえばデュランダルが選別にってプレゼントを渡してくれたんだ。まだ読んだことがないんだけどね。はい、この本だよ。ベローナの二紳士、シェイクスピア作品の翻訳版ね。あまり読んだ形跡はなさそうだけど。あ、プレゼントといえばお願いしたいことがあったんだ。よかったらこのお菓子を精鋭阻止様に届けてもらえないかな。今はフカって呼ぶべきだったね。わかったわ。でも私たちが渡して大丈夫なの？なんかこういうのは自分で渡した方がいいんじゃないかしら。まあまあ、大師匠はもう新しい人生を始めてるんだもの。邪魔はしたくないんだ。縁があったらまた会えると思うから。ところでこうしておしゃべりするのは初めてだよね。ええ、そうだけど、どうしたの？羅刹人の孫娘は彼とは性格が違うってよく聞くけど、私に言わせたら違うどころか、あんたは彼よりずっと優しいよ。もしかして私たちいい友人になれるかもしれないね。時間がなくて残念だよ。そろそろ出発しなきゃ。琥珀、テレサ、また機会があったら会おうよ。一人で本当に大丈夫かしら。師匠様には師匠様の考えがあるのでしょう。彼女が口にしたことわざのように、案ずるより産むが易しではないですか。ええ、行きましょう。彼女のプレゼントをハイペリオンに届けないとね。ただこの時間フカがいるといいんだけど。わあ、テレサお姉ちゃんと琥珀お姉ちゃんだ。こんにちは、アミュー。一人でこんなに食材を持ってどうしたの？お家のバターと牛乳がそろそろ切れるから、パパとママの代わりに買ってきたの。すごいわ、もうお使いができるのね。最初はちょっと怖かったけど、琥珀お姉ちゃんみたいなすごいお姉ちゃんたちが町を守ってくれてるってママが言ったから、もう怖くないの。でもテレサお姉ちゃん、もうここを出るの？明日、あの大きな船はここを出るんだってパパとママが言ってた。そうね、
ずっとここに残れないの？テレサお姉ちゃんが来てから街がすごく賑やかになって、夜にも人がたくさんいて街灯も明るいの。もしテレサお姉ちゃんがずっといてくれたら、ここはきっと遊園地みたいな楽しい場所になると思うの。毎日たくさんのお客さんが来て、いろんな面白いものが見られたらいいのに。あ、キャンディーもあったら最高だね。アミュー、でもお姉ちゃんたちにはもっと大事な用事があるってママが言ってたの。この世界には昔のこの町みたいに良くしてくれる人を必要とする場所がまだたくさんあるんだよね。だからね、テレサお姉ちゃんは心配しないで、世界を遊園地みたいにしてきて。アミューはいい子にして毎日ニュースを見るから。ありがとう、お姉ちゃん頑張るわ。ところで、こんなに食べ物と風船を買うなんて、家でパーティーでもするの？秘密、みんなへのサプライズだから。まだ言っちゃダメだってパパとママが言ってたよ。そういえばさっき、このオレンジ色の風船が木の上まで飛んじゃったんだけど、フカお姉ちゃんが取ってくれたんだ。え、フカが？彼女はどこに向かったの？あっちだと思う。ありがとう、アミュー。行きましょう、琥珀。師匠のプレゼントをフカに渡しに行くわよ。あ、待ってください、テレサ様。その、アミューを自宅まで送った方がいいかと思いまして。え、そうね。町はもう安全になったけど、子供を一人にするなんて、やっぱり少し不安だわ。はい。それに、これはテレサ様が教えてくれた。誰かに言われたわけでも、仕事内容でもない。自分のやりたいこと、ですよね。そうね。じゃあ、アミュー、琥珀、ここでお別れね。バイバイ、テレサお姉ちゃん。なるほど。琥珀も変わったのね。些細だけど、確実に。プレゼントをフカに渡したら、長光のところに行きましょう。学園長、私に何か用事でも？うん。いいえ、仕事じゃないわ。はい、これ。これは、お菓子ですか？さっき師匠にばったり会ってね、これをあなたに渡してほしいってお願いされたの。師匠は今どちらに？町を出てこの時代の世界を見てみたいと言ってたから、今はもう地下鉄に乗ってるのかしら。スマホやカードの使い方を覚えてるといいんだけど。そういえば列車に乗って風景を楽しみたいとも言ってたけど、目的地はまだ考えてないらしいの。本当に大丈夫かしら。心配する必要はないと思いますよ、学園長。師匠は武道をたしなむものですから、昔もそうやって過ごしていました。彼女の適応力は学園長の想像よりもずっと高いかもしれません。彼女にとって人生は長い旅みたいなものなのでしょう。途中で様々な人々と出会い、いろいろな体験をすることに意味があるのだと思います。それに比べると目的地はそれほど大事ではありません。あら、さっぱりしてるのね。え、みんな自分の生き方がありますから。そういえばここ数日間大変でしたね、学園長。大丈夫よ、できることをしただけだもの。みんなに迷惑をかけてないといいんだけど、ここ最近ネゲントロピーの博士たちや天命の不朽なる刃にもいろいろと助けてもらったわ。みんな立場は少し違うけれど、崩壊に対抗しているという点では目的と手段が一致してる。だから私が本当に気になっているのはヨルムンガンドの方よ。ケビンは戦闘が始まる前からおじい様と接触していたみたいだけど、ヨルムンガンドは私たちに干渉せず、おじい様の計画も止めなかった。
彼ららしくないわ。もしかしたら、もしかしたらヨルムンガンド、いやケビンは何かを待っているのかもしれません。私もそう考えてる。ヨルムンガンドが行動に出なかったのは計画がないからなんかじゃない。むしろ計画があるからこそ余計な行動をしなくて済むのかもしれないわ。ええ、今のケビンはもう軽率には顔を出しません。それは多分彼がこの時代を十分理解していて成功する見込みがあるからだと思います。成婚計画、その最終的な形は私たちが天球史や超空史で経験した状況とは全く違うかもしれません。つまり私たちはこれから本当の意味で深いところに足を踏み入れるってことよね。私たちは現実世界に害をなすオットーを止めましたが、まだ明らかになっていない謎がたくさんあります。オットーは律者を超えたと言いましたが、それが彼の一方的な主張か、それとも別の意味があるのか、わからないままです。彼の行為は律者関連の法則に影響を与えるのでしょうか。結局のところこの世代の律者は一体どこから来たのか、その答えを考え推測検証する時間が必要です。なんだか私たちはおじい様、いいえオットーから厄介事をたくさん押し付けられた気がする。ああ、正直に言うと彼をどんな風に呼べばいいかわからなくなってるの。今まで通りおじい様と呼ぶべきか、他の人たちと同じようにオットーと呼ぶべきか、どちらも正解のように思えるけど、どちらも違う気がする。人と人の関係は呼び名一つで説明まとめられるものではありません。その瞬間の学園長の心に従って呼べばいいと思いますよ。オットーの執念は彼に一連の事件を計画するよう仕向けました。ですがその執念があったからこそ、崩壊に対抗する道の上に私たちに価値のあるもの、唯一無二のものを多く残してくれました。人生というものは一つの角度で一方的に評価できるものではありません。彼がしたことは、善悪はさておき、この世界に痕跡を残しました。その痕跡をどう扱うかは私たちが考えるべきです。ところで、ここの景色は本当に綺麗ね。けど残念、長光との約束があるからそろそろ行かないと。また後でね、フカ。はい、また後で、学園長。私が守るわ。はーい、この数日間みんな忙しかったわよね。お疲れ様。人は揃ったし本題に入りましょう。はい、これが10月14日に使用された第二の神の鍵、戦艦一条の報告書よ。転写したデータは約10億ギガバイト、合計2718枚の特殊ディスク、
中にはオットーさんが手に入れた律者の力や虚数空間を開き虚数の木に接続するデータが入ってるわ。これらの箱全部がそうなの？恐ろしいデータの量ね。残念なことに最後の虚数再構築の中で旋回一乗自体も影響を受けたから、その瞬間のデータは信憑性が低いかもしれないけど、話によると旋回一乗自体もひどい損傷を受けたらしいですが、それについては確かにオットーさんは乱暴に使ったけど、幸いまだ修理が可能なレベルだったわ。それはいいお知らせですね。長光様が皆様をこちらに呼んだのは旋回一乗がもう使えないからだと思いました。冗談はよしなさい。あんなに大きな神の鍵がそれほどヤバな作りをしてるわけないじゃない。ですが長光さん、私たちをここに呼んだのは報告や資料を運んでほしかっただけなんですか？確かに恐ろしい量ではありますが。もちろん違うわ。ロボットの仕事をあなたたちに頼むわけにはいかないでしょ。実は皆さんに告白しなければならないことがあるの。リタ、もう気づいてるのよね。気づいていたとしてもあくまで私の推測に過ぎません。長光様の話したいことはご自身で口にするべきだと思います。確かにその通りね。この件はあなたの専門分野のはずだけれど、実際その役を演じたのはあなたでも琥珀さんでもなかった。正直に話すわ。厳密に言うと私はオットーさんに解雇されていないの。10月14日の突発的な状況の中でオットーさんが私に残した最後の仕事は、虚数再構築の発想を空間を操る力を持つキアナさんに教えて彼女が対応できるようにサポートすること。もちろんみんなも知ってると思うけど、他の要素はさておき、オットーさんの様々な計画は十分に私の好奇心を引きつけることができる。だからね、最も手の込んだ計画がうまくいくように、予定通りにことが運ぶように私はいろいろ動いたの。例えば死んだ人間を復活させる方法を教えたり、偽物のオットーさんが皆さんの信頼を得られるように手伝ったり、ドゥランダルさんにオットーさんは世界を壊そうとしていると教えたり、約束の力を克服する方法を一緒に探したり。つまり私たちを手伝ったのは最後に虚数繰り込みに関する情報を伝えるためだったの。そしてそれ自体もオットーの計画の一部だったと。そうとも言えるわね。もちろん一部のことに関しては手伝うどころか面倒事を増やす、もしくは罠にはめたと言った方が正解だけど。つまるところ、長光さんの行動はオットー司教の最後のパフォーマンスを手伝うことになるとご自身で知っていたんですね。うん、ごめんねビアンカ。あの動画を撮った時からオットーさんはあなたを虚数空間に放り出すって予想していたの。あなたなら困難を乗り越えられるって信じてるけど、私の行為はやはり常識を、友人の信頼を裏切ることになるわ。認めましょう。好奇心がそそられるような話題になると私はいい人とは呼べない。もう一つの世界を作る技術、私にとってそんな未来図には致命的な魅力があるの。それってあの時オットーが言い出した世界を500年前に戻すって話よね。本当だったのね。ええ、でも本当にそうなってしまった場合、最大の利益者はヨルムンガンドになっていたかもしれないわね。何せビアンカの経験はあることを証明した。聖魂はある意味で確かにこの世界を調達した存在。聖魂覚醒者は律者のように虚数の流れの中で自我を保てるんだもの。やっぱり私のような存在はあの聖魂計画の派生の一つなんですね。まあまあ深すぎる話はそこまでにしましょう。
関連の内容は後でまたまとめておくわ。私の話したいことは以上よ。とにかくこの事件で私は誠心誠意であなたたちを助けたわけじゃないの。だから琥珀さん、組織の規律を守る責任者として私をどう罰しても構わないし、文句はないわ。ほら、正直に話せば罪は軽くなると言うけれど、このデータを整理しただけで罪を償えるわけじゃないでしょ。安心して、監獄生活を体験する心の準備はできているわ。高い塀の中にいたって読書や研究をする機会はあるでしょ。長光さん、規律を通して何らかの形で罪を償おうとしていますが、現在の天命の条例によるとあなたは無罪ですよ。はい。あなたのしたことはプロセス的に適したタイミングで本当のことを口にしたまでです。それに結果的にあなたは皆さんを助け、自分なりに貢献しました。でも私の行為はいいお手本とは言えない。そうでしょ。以前はこういうことに対してオットーさんはそんなやり方をしなかったわ。オットー様の時代はもう終わりました。長光、本当に申し訳ないと思うのなら、千と1504研究所に残って本来の仕事を続けて。旋回一条の件にはまだあなたの力が必要なの。それはさすがに恐れ多いわ。受け入れてくれないの？いやいや、まさか。ただ本当にオットーさんとは全然違う風格があるのね、テレサ司教。でもビアンカにひどいことをしたから、少なくとも今年分の給料は返上させてほしい。でないと悪い人だって開き直ってる私でも良心が痛むもの。それなら許可しましょう。長光さん、確かにあなたのしたことは裏切りとも言えますが、最終的にいい結果につなげられました。それぐらいで私たちの仲が壊れるとは思いません。え、そうだった。あなたはそういうおバカさんだったわね。褒めてるのよ。まさか今日になってやっと気づいたんですか、長光様。さあどうでしょう。うん、とにかく事件は一段落したし、もう解散しましょう。ずっとここに立っててもおかしいし。あ、テレサ様、お待ちを。琥珀、別の用事でもあるの？テレサ様、これは町の住人たちが作ったパンとアップルシュトルーデルです。ハイペリオンが寄港すると聞いて、どうしても皆さんにプレゼントしたいと言っていました。え、そんなの申し訳ないわ。受け取ってください。天命のバルキリーやスタッフももらいました。これが皆さんの気持ちです。ありがとう、大事にいただくわ。その後メイ姉様に会ったことはないよ。理解できます。あんな形でリツシャコアを通して交流するなんて簡単なことではありませんから。そうだね。はあ、やっぱりテクノロジーの方が便利だよ。ブローニャは天才ハッカーなんでしょ。ヨルムンガンド本部の番号とかなんとかならない？本気ですか？冗談だよ。まさか本気にしちゃった？メイ先輩が何を考えてるのか言われなくてもわかるもん。支配の律者と戦った時もオットーと戦った時も、
メイ先輩はいつも自分のやり方で私たちを助けてくれた。私も負けていられないね。ではまずは生活スキルから始めましょう。片付けと掃除はキアナに任せます。ブローニャは戻りますね。ちょっと、あら、キアナ、ブローニャ。え、学園長戻ってきたの？ええ、ついさっきね。二人だけなの？他のみんなは？委員長は先ほど戻りましたが、ゼーレと一緒にまたテスラ博士の実験用品を買いに出ました。ロザリアとリリアはリタのところに行きました。お土産をもらわないと損すると言っていました。そうなのね。町の住人からパンとアップルシュトゥルーデルをもらったんだけど、みんなが帰ってきたら一緒に食べましょう。わー、いい匂い。ゼーレたちはいつ帰ってくるんだろう。時間を見る限りそろそろだと思います。コーヒーと紅茶も用意しよう。パンと一緒だと美味しいと思うんだ。こうしてみんなと一緒に何かを食べるなんて、なんだか久しぶりな気がする。そうね、久しぶりのアフタヌーンティータイムにしましょう。最近時間があるといつも本を読んでいますね、デュランダル様。え、そうでしたか？デュランダル様自身も気づいていないということは、何か悩み事でもあるのですね。あ、悩み事。あ、オットー司教がもういないということですか？ええ、確かにそれも悩みではあるのでしょう。オットー様、彼は私たちに影響を与えました。彼自身がおっしゃったように、人はいつか海に流れる川のようなものです。川が海に流れるほど混濁していきますが、海だけが混濁した川を受け入れてなお自我を維持できるのです。川ですか。確かに彼の500年の時間にはいいことも悪いこともありました。でも彼は全てを超越して善にも悪にも属さない向こう側に行きました。彼をよく知り、十分に複雑な人物であることを理解しているつもりでしたが、今となっては何も知らないような気がします。それと悩みの中にはデュランダル様の出自のこともあるのですよね。ええ。え？デュランダル様がジーク・フリート・カスラナ様とセシリア・シャニアテ様の娘であることは、実は最初から知っておりました。最初から？まさか私たちが出会った時から？はい、あの頃すでにオットー様直属の特殊招待にいましたから。ですので、そのお話をしたくなりましたら、私にしてみてはいかがでしょうか。私は正直に言うと、聖魂空間で初めてこの秘密を知った時、とても複雑でした。内容が信じられないわけではなく、知って困ったわけでもありませんが、ただ思い出してしまったんです。ジークフリートさん、キアナさん、それからずっとキアナさんを見てきたテレサさんたち。彼らにとってこの秘密は長く隠されすぎて、
敏感で複雑なものになりました。もし打ち明ける形を間違えたら、かえって当事者に必要のない傷を与えてしまいます。だから皆さんが再会してちゃんとしたタイミングが訪れるまで秘密のままにしておきたいと思うのです。やっぱり相変わらず皆様のことを考えているんですね。秘密を話したくないデュランダル様のお気持ち、よく存じております。だからこそデュランダル様に知っていただきたいのです。私はずっとデュランダル様のおそばで共に秘密を背負っていきます。ありがとうございます、リタ。あなたがそばにいて私を支えてくれているだけで運に恵まれていると実感します。本当にありがとうございます、リタ。こちらこそ光栄です、デュランダル様。あの時ジークフリートさんの姿を見ました。彼を、あのよく知らない家族を、私はとても尊敬しています。彼は一人でたくさんのものを背負い、たくさんの遺憾を抱え、いろいろ苦しんでいましたが、それでも彼は希望を諦めず、家族と再会する未来を信じて、孤独の中でもポジティブに生きようとしていました。その信念を裏切らないために、いつか私はキアナさんと一緒に私たちの父親を、あの地獄のような場所から救い出します。その時はリタ、私と共に戦ってほしいと思っています。もちろんです、デュランダル様。それは私の最も大事な仕事の一つですから。もちろんです、デュランダル様。それは私の最も大事な仕事の一つですから。Thank you.
ここに来ればまたあなたに会えるって思ってたわ。キアナちゃんは現実に戻った。私にできること終わった。だから今はあなたの話をしましょう。オットーはあなたを恐れない。私も同じよ。あなたに聞きたいことがたくさんある。例えばあなたは一体誰なの？